大丈夫かい、スネーク。教えてくれ。ステルス迷彩に良いはあるのか。試作品は5着だけだよ。じゃあこれはステルス迷彩ではないな。何のこと？今狙撃を受けてる。こんなブリザードの中でだ。彼女だ。ウルフ。スナイパーウルフか。きっとそうだよ。彼女だよ。オタコン、お前喜んでるのか？違うよ。どうした？スネーク、彼女を殺さないでくれ。目を覚ませ。彼女いい人なんだ。きっと話せば分かってくれる。あの女はそんな甘い世界に生きてはいない。ここからはお前がよく見えるわ。言ったでしょ、お前だけは私が狩る。今度は逃がさ。ウルフ、ダメだよ。言葉でしゃばるんじゃない。この嵐で狙撃するとは大した腕だ。わかる、女の方が精神には向いてるんだ。ウルフ、やめてくれ。スネーク、私は近くにいるわ。お前の近くにね。自ら存在をアピールするとはスナイパー失格だ。そう思う？私の宣言は死の宣言。近くにいるってことは死が近いってこと。お願い、スネーク、ウルフ。うるさい。誰にも邪魔はさせない。メリルの借りは返す。男は爪が甘い。最後の最後で根を上げる。私はずっと待っていた。私はスナイパーだ。待つのが任務。微動だにせず、ただひたすら。迷いられた。もう助からない。お前ならわかるな。楽にしてくれないか。私はグルドだ。ずっと落ち着けるところを探してきた。グルド、それでウルフか。私は戦場で生まれた。育ったのも戦場だ。銃声や怒号、悲鳴が私の子守歌だった。来る日も来る日も駆り立てられ、疲れたように戦う。それが私の日課だった。目覚めると仲間や家族の死体がルイルイと横たわっていた。私たちは朝日を見ながら今日の命を祈った。政治や歴史は単に私たちを殴るだけの存在でしかなかった。そんな時あの人が現れた。英雄サラディンが助けてくれた。サラディン、ビッグボスのことか。私はスナイパーになった。身を隠し、スコープから世界を傍観する立場になった。戦場を内からではなく外から客観的に見る立場に。私はそうやって戦場の外から殺戮を、人の愚かな歴史を見てきた。私は世の中に復讐するためにこの舞台、この決起に参加した。しかし私はウルフとしての誇りを失ってしまった。もう心も私を分かってしまった。今の私はいる当然。狼は高潔な生き物だ。犬とは違う。
ユピック語では狼のことをケグルネクという高貴な生き物として崇めている。俺たちのような傭兵は戦争の犬と呼ばれている。確かに俺たちは消耗品だ。しかしお前は違う、狼だ、犬ではない。お前は誰なの？もしかしてサラディン？お前はメリルを助けてくれた。たとえ傍観者でも、お前や子供が血を流すのは見たくない。安心しろ、ウルフらしく気高く死ねる。今分かった。誰かを殺すために潜伏していたんじゃない、殺されるのを待っていたんだ。お前のような男に、お前は英雄だ。私を解放してくれる。どうしてなんだ。愛してた。どうした。銃を、私の銃を近くに。銃は体の一部なの。戦場でも愛は享受できるって言ったよね。僕は何もできなかった。それは持ち主に返す。俺にハンカチは必要ない。どうして。涙はすでに枯れている。地下整備基地に潜入する。時間がない。自分の身は自分で守れ。誰も信用するな。ああ。メタルギアの破壊に失敗すれば、おそらくここは空爆を受けるはずだ。そうだね。もう会うこともないかもしれん。無線機は手放さないよ。ずっと追跡してる。いつでも逃げていい。残りの人生、好きなように生きろ。スネーク、彼女は何のために戦ってたのかな。僕は何のために、スネークは何のために。生きて会えたら答えを教えてやる。分かった。その時までに僕も答えを探しておけよう。